はい、どうも皆さんこんにちは。本日はカービィをやっていきたいと思っております。で、今日なんだけどコロシアムをやっていきましょうか。で、コロシアムなんだけど今まで数えるぐらいしかやってませんでした。で、なんとバルフレイソード、こちらを手に入れたので、今日はねこのバルフレイソードを使ってやっていきましょうか。さてさてさて、バルフレイソード果たしてどれぐらい強いのか。ただこれね、本当にぶっ壊れ性能らしいんで、今日はこちらを使っていきましょうか。で、結局ね、ラスボス倒してから、ラスボスっていうか、まあ一応ラスボスに該当するのか。ラスボス倒してから全然やってなかったからさ。今日は、こちらのアルティメットカップやっていきましょう。はい。さあ、こちらにエントリーしてやっていきましょうかね。よいしょと。で、アルティメットカップ。さあ、初見ですね。で、早速やっていきたいわけだが、最初の先発は誰だろうか。で、12戦あるらしいですね。おー、なんか来たね。ってことで、よっしゃよっしゃよっしゃ。で、殴って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 。って火力すごいな。溜めてもないのに。皆さん見てくださいよ、この火力を。この火力やばすぎる。ってことで、倒すことに成功しました。これさ、接近するより、なんかソニックブームみたいなので攻撃した方がいいのかもしれないね。ってことで次行きましょう。よいしょと。で、あと11戦か。さあ、勝ち抜きバトルやってこうぜ。で、これいらないので、捨てて、で、こいつだな。よいしょ。うわぁ、本家が来た。本家来やがったな。よいしょ、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 よいしょ。さあ、どうだ。で、切れて、で、ここからがまあ結構厄介なわけなんですが、で、ここだな。で、やつが接近してくると思いますので、で、こいつマジで嫌いなんだよな、俺。で、俺も食らうんじゃない、これ。よいしょ。殴って、殴って、あ、やばい、いけたか。で、多分これノーダメでいけたかな。よし、オッケー。てか、このソードほんと強いな、バルフレイソード。ぶっ壊れすぎないか。メタナイトですら完封か。で、トロピカルウッズで、よいしょよいしょよいしょ。硬いな、こいつ。え、めっちゃ硬くない？こいつめっちゃ硬いよね。俺、地味にこいつ嫌いなんだけど。めっちゃ硬い。で、ソニックブーム、ソニックブーム。てか、ソニックブームって俺呼んでるけどさ、これ正式名称何なんだろう。いや、こいつめっちゃ嫌いなんだけど。よいしょ、あー、食らっている。で、食らうとソニックブーム出せなくなるから、途端にきつくなるんだよな。てか、ソニックブームが強すぎるんだよな。よいしょ。ってことで、接近して殴って殴って殴って、よいしょ。こいつ嫌いだな、トロピカルウッズ。よし、ということで倒すことに成功しました。ところで皆さん、カービィってやってますか？カービィってみんなやってるんかな、どうなんだろう。まあ、買ってはいるけどさ、ラスボス倒したらやることがなくなったみたいな、そういった人が結構多いのではないでしょうか。どうなんだろう。おっと、ってことで終ボス戦来たか。ちょっと待てよ、トマトなしだもん。あ、トマトなしでよかったか。もうとりあえず殴りまくりましょう。で、殴って殴って倒して、で、こいつを、よいしょ。さあ、これでためて殴って、で、また殴って、痛い痛い痛いけどそんな食らわない。で、倒すことに成功しました。早いなあ。あー、けどハンマーも普通に強いからな。ハンマーかこのバルフレイソードどっちがいいんだろう。皆さんはどっち派ですか？いや、俺ね、正直ハンマーの方が使いやすいかもしんないわ。出たー、こいつ。出ました。出ました。出ました、アルパカくん。アルパカくん出ました。こいつ、俺普通に嫌いなんだけど。こいつ普通に嫌いだからな。懐かしいね、アルパカくん。こいつが一番嫌いかもしんない、ボスの中で。で、こいつのさ、その裏ボスバージョンみたいなのあるじゃん。もうあれめっちゃ嫌いなんだけど。どうにかなんないのかな。よいしょ。
さあ、お、来ましたね。で、こいつを殴って、これさ、何がチートかというと、体力の回復機能があるのがチートすぎるわ、この武器マジで。さあ、ちょっと待てよ、移動しつつ、よいしょ、で、殴って、で、これ、最終形態とかあったっけ？特にないか。よいしょ。で、こいつをまた殴っておしまい。このアルパカくん強いよな。なんかボスの中で一番嫌いかもしんないわ。で、12戦っていうことなんだけど、結構長いよね。12戦って。っていうか、だいぶ長いよね。で、こいつか。よいしょ。で、待てよ。これで、ソードでぶん殴り。うわー、もう痛いなー、これ。こいつもなかなか鬱陶しいよな。ちなみにカービィさ、皆さん、初週売り上げ何本か知ってますか？なんか以前の動画でも取り上げたんだけどさ、なんとね、38万本も売れたらしいわ。すごくない？ 38 万って。やばいよね。ちょ待って、喋りながらやってたし、食らってんじゃねえか。38万ってやばくない？パッケージ版だけよ。だからまあパッケージ版だけだから、ダウンロード版も含めると、もっと売れてるわけよね。まあ何本ぐらい売れてるかわかんないけどさ、相当売れてると思いますよ。多分60万本ぐらいは国内で売れてるんじゃないかな、合算すると。まあそう考えるとすごいよね。多分2022年に発売したゲームの中だとトップ5には入るような売り上げ、現時点で。まあそのうち100万本もいくんじゃないかなと思っております。はいはいはい。ってことで殴って、で、こやつも殴って、殴っていく。で、体力回復機能があるのがほんとチートやわ、これ。よいしょ。で、これで最強。これタメが強いよな、本当にこの武器。タメがやばい。化け物すぎるわ、これ。マジで異常だわ、これ。マジぶっ壊れだよな。で、使うか、このタイミングで。で、あと5戦っていうことなんで、あと5戦って誰だ。あと5戦。うわ、お前か。お前らか。なるほどな。あ、待って、普通に食らった。畜生。ちょっと待てよ。よいしょ。これでどうだ。くそ、せっかくためを当てたのが。よいしょ。で、殴って、まあ、普通に殴るだけでも全然食らうよ、こいつ。で、多分本気モードじゃない？で、本気の出ててか。こいつ力持ちだな、本当に。ただマスコットキャラクターみたいで可愛いよね、これ。で、ジャンプして、で、もう一回やってきます。よいしょ。これで殴ってノーガードでぶん殴っておしまい。で、出てを倒したと。で、ここからマキシントマトを全部使っても大丈夫だよね。いい、よいしょって食っちゃおうと。で、あと第4戦か。第4戦じゃねえわ、あと4戦か。あと4戦って誰だ。こお前かっていう。じゃあ殴りまくろうぜ。なんか普通の出てるよりさ、柔らかくない？ワイルドの方が。気のせいじゃないよね。で、終わりか。で、第二形態があるんですよね、こいつの場合は。出た！野生児。野生児来た。あー、くそ、今当てたかった大技。
当てたかった。当てることができなかった。縮小。じゃあ後ろから奇襲しておしまいか。ちょ待って、これでおしまい。いいね。なんかワイルドの方が弱くない？気のせい。でこのまま行きましょうか。よくらせと。で今の時点で6分か。結構早いのか。であいつか。よいしょよいしょよいしょ。レオンガルフということで、こいつもなんか第二形態あったよね。で普通に殴って、ちょ待ってよ、俺が欲しいんだこれ。これがないとマジで困るから、とりあえずこれでぶん殴って、で切れて、でここからがまあ本番的なところがあるんですが、で殴ってで V でしょ、で殴ってで殴りながら回復して、殴りながら回復できるってのがすごいよね。この武器、この武器に強いところそこよ。でやつが来る。てかこのゲームなんか野生児みたいなやつ多いよね。めっちゃなんか野生児みたいなの多くない？なんかでまたか、また破壊光線みたいなのやってくるね。で終わりと。でレオンガルフを撃破いたしました。で次か。でお金ゲッチュ。で一気に1500ももらえるんですよね。これでかいよな。であと2000か。やっていきましょう。あと2000っていうことなんだけど、あこいつか。なるほどね。だけどそんな時間かからなくないこいつ。だって普通にさ殴るだけじゃないこれ。これ殴っておしまいだからね。別になんかその大変なことってないからね。こいつも一応なんか別の敵として扱われるんだね一応。ベクトホルが。はい、ってことで撃破しました。早いな。で報酬が、おえー、いいね、ありがとうよ。で最終戦行きましょう。きたー、来ました。こいつか。こいつさマジ嫌いなんだけど俺。普通に嫌い。こいつマジで嫌いなんだけど。いや普通に嫌い。強くないこいつ。なんかあんまりいいイメージないんだけど。でこいつ、おっと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 、これ何持ってんのこいつ。ちょっと待って、痛い。普通に食らってしまった。ちょっと待ってよ、これマジで痛いよな。結構時間かかった記憶があります。で切って切って切りまくる。で次は、はいはいはい。で本気モードみたいな感じだな。でこれなんか吸い込むことでできたんだっけ確か。なんか吸い込むことができたみたいな感じで聞いたね。ちょっと待って、やばい、ソードは俺のあった。これさえあればどうにかなる。これがなければ逆にやべえ。てか隙がねえんだよな本当。よいしょ。であいつか、なるほどな。よいしょ、殴って。こいつマジでタフだよな。タフすぎるよな。よいしょ、殴って殴って、でこいつも殴って。やばいな、ノーガードすぎるな。ノーガードでも勝てるからな。こいつと戦うの2回目か。これはよいしょ、危ない。よいしょ、
こいつマジで強えな。なんか第3、第4形態ぐらいなかったっけ。よいしょ。で、殴って。おし、終わった。終わりましたね。これで終わり？あ、終わったね。で、最後のあれはないのか。9分38秒。新記録って、それはまあ、一回もやったことないからな。で、1500コインか。これ、金策としてかなり優秀だね。え、だって、10分ぐらいやるだけでこんなにコインスターもらえるんでしょ？レアストーン。しかも途中ボーナスもあるからさ。特別なフィギュア。やったー。ってことで、終わりか。あ、ありがとう。で、フェクトエフィです。名前すごいな。はい、ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、ってことで、コロシアムが進化したって感じ、これ。おお、来た！アルティメットカップ Z！ やったぜ。アルティメットカップ。いや、なんか懐かしかったわ。面白いね。けど、コロシアも面白いな、普通に。ってことで、また次回の動画でお会いしましょうか。バイバイ、じゃのー。